皆さんこんにちは。今回は土佐水木についてのお話です。一般に落葉樹というのは葉っぱが落ちている時期が剪定の適期と言われています。しかし落葉樹はもうすでに花芽ができてしまっているので、剪定によって花数を減らしてしまうのを躊躇することもあるでしょう。最初の剪定例は花が咲く直前1月中旬頃の剪定の様子です。多少つぼみは落としてしまいますけれども、すべての花を失うわけではないので、基本的なやっておかなければならない作業はやりましょう。伸びすぎた枝を切り詰めたり切り戻したりする作業は花が終わってからでも良いでしょう。しかし枯れ枝を取ったり絡み枝を整理するといった基本的な作業は花があろうとなかろうと気づいた時にやった方が良いです。私は仕事で来ていますから、最低この先1年間は木が暴れないように、たとえ花芽があっても今切ってしまいますが、ご自分のお庭なら切り詰めなどは花が終わってからなさってください。株元の整理は剪定時期にかかわらず気づいた時に行ってください。徒長枝にはあまり花もついていないはずなので、この時期でも不要なものは切ってください。この剪定などはつぼみが失われてしまってもったいないですが、樹形時のために仕方なく切っています。徒長枝は途中で切らずに付け根で切り取ってください。多少花は失いますが、落葉している時期は葉っぱがないので枝の流れが確認しやすく、剪定の適期と言えます。次の剪定例も落葉期12月初旬の例です。木を前にするとどうしても手近な目の前にある枝から切りたくなるものですが、そこはぐっとこらえて手のかかる株元の剪定から始めた方が作業の効率がいいです。せっかく枝先を剪定しても絡み枝を抜いたら、その枝先が剪定し終わった部分だったりすることがあるからです。細すぎる枝や枯れ枝を取ります。一旦止めます。抜くべき枝がたくさんありますね。まずどこから行きますか？この辺りがすぐにわかる交差枝や絡み枝ですね。こういう作業では電動バサミが活躍します。先ほどマーキングした枝を取り除きます。次はこれですね。内側に入ってきている枝です。
これも交差していますね。まだありますよ。これとか。これですね。裏に回らないと切れませんね。まあ、いいメーダーでもありますけれども、そもそももうこういう枝は古くなりすぎて、大きくなりすぎていますから、そろそろ引退していただいて、他の新しい枝に更新した方が良いでしょう。残す枝は若ければいいというものでもありません。方向の良いもの、将来性のあるものを吟味します。ただ先に出てしまおうというような若枝は、一旦下の方で切り戻して、ちょっと修行させて、いい枝ぶりを作りながら使っていきます。あ、まだ交差枝がありましたね。切りにくいところでも切り残しせずに、きっちり根元で切りましょう。下の方の枝の整理が終わったら、今度は残った上の方の交差枝などを抜いていきます。12月の剪定が終わりました。そして半年後の翌年7月、このように茂っていました。これをまた剪定していきます。よく伸びるものですね。混み合った部分を間引いたり、伸びすぎたところを切り戻して小さくしたりというような作業になります。冬の時期の剪定に比べると、葉っぱが茂っていて絡んでいる枝などが見つけにくいですね。これはちょっと出過ぎですね。元からいっちゃいましょうか。
次は花が終わった後、4月頃の剪定の例です。切る時期が違っても切り方がそれほど変わるわけではないということがお分かりいただけると思います。枝先は切り詰めず、切り戻しだけで剪定すると自然樹形が作れます。最後にまた別の木で枝先の切り方だけご覧いただきましょう。この木は匂いとさみずきという木で、香りの良い花が咲きます。これは私の置き場で池の挿し掛けに使っている土佐水木です。ご視聴ありがとうございました。